ポートスーダンポートスーダンは、スーダン公海州の州都であり、人口45万9101人の都市である。航海に面し、スーダンにとって重要な港湾都市となっている。それまでこの地方の主要港湾であったスワーキン港が、産ゴ省の発達などで商船の出入りが困難だった、ことからそれに代わる港湾として1906年に建設された。また、 1906年にイギリスが付設した航海とナイル川とを結ぶスーダン鉄道の終点ともなっている。この鉄道はナイル川沿岸の豊かな農場から輸出市場へトウモロコシ、麺などを輸送するために使われた。市内にはポートスーダン新国際空港が存在する。ポートスーダンはその素晴らしいダイビングとビーチのために観光客の間で知られている。また、 航海を挟んで、サウジアラビアのジッタに向かう出発点ともなる。1977年には、首都ハルツームへ送る石油パイプラインと製油所が完成。輸入した原油を処理し、内陸部へ送り込む重要な拠点となっていたが、1990年代以降、スーダン内陸部の油田開発が活発化。大規模なパイプラインの再付設が行われ、石油は内陸部から 海岸部へと逆方向に送られるようになった。ポートスーダンは、かつての石油の輸入港から輸出港へと変貌しつつ、ある。ウィキメディアコモンズには、ポートスーダンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。